おはようございます。今日は8月、3日、金曜日。いや、ビデオの編集がいろいろトラブってて、昨日は何で失敗したかと言いますとですね、一つのプロジェクト、もうレンダリング終わったプロジェクトがあったんだけど、それを次のプロジェクトで上書きしちゃったんですよね。で、それでもう再エンコードし直し。で、エンコードしてたら、で、なかなか終わらないんで、どうもおかしいと思ったら、間違って録音してた15時間分ぐらいのオーディオファイル、で、それを外したつもりが、削除したつもりでいたんだけど、それが削除されてなくて、なかなか終わらないレンダリングはそのせいだったという。まあ、そういう過失による失敗というのがありまして、で、今2つ分溜まったんですよね。まあ、できるだけ早いタイミングでもうレンダリング2番目のやつも終わってるんで、次々に出していきたいと思います。というわけで今日は富士街道を走ってます。あ、しかし昨日の夜も暑かったね。寝苦しい夜でした。それでですね、ドリキンおすすめの、江島健太郎さん、おすすめの、マイフィットネスアップでしたっけ、食事管理ツールね。で、食事と、ワークアウトのバランスを計算するソフト、これをちょっと始めてみました。じゃあ、まあそういうのはいらないかなとか思ったんだけど、一応良かったのがですね、ノキアのヘルスメイトっていう体重測定計があるんですけど、実はそれを使ってて、体重の記録は取ってるんですよ。ただそれが連動するアプリっていうのが実は少なくて、例えば、アップルの体重、ヘルスアプリ、これにも連動してくれないし、で、それは単独で記録するしかないんですよね。で、かといって、そのノキアのアプリ側で他のアクティビティを取り込んでくれるわけでもない。例えば自転車の活動量を、そこで、カウントしていくこともできないと。で、ひたすら歩け、1万歩歩けというばかりなんで、こっちはそういうアクティビティじゃないんだよと思っていても、まあ、制限があるわけですね。で、その点、マイフィットネスアップの場合は、このノキアの、まあ、実際ノキアから買収、し直して、ウィディングズ、ブランドになる予定なんだけど、ノキアの、体重計アプリ、体重計を記録する機能も使えて、なおかつガーミンの、GPS 計測による、こう自転車のアクティビティが正確に測れるなどなどですね、その情報収集にかけて、よく頑張ってると。で、その辺をちょっと評価しまして、使うことにしてみたと。
使ってみてね、いろいろ分かったこともあるんですよ。自分の基礎代謝、僕の場合1500、出たんですけれども、カロリーかな、1500カロリーの、食べていい分、それプラス運動量を、例えば300とかすると1800カロリー分を1日食べることができると。でもね、こうやって僕今、10キロほど自転車で走ってるじゃないですか。これ大した運動量にはなってないんですよね。例えばスピードにしても、趣味の範囲、16キロぐらい。それはもう趣味の範囲だろう。ということで、ワークアウトとしてもあまり、まあ確かにね、そんな筋肉をギリギリで使い倒すほどのものではないんですけど、その一方でですね、昨日バーガーキングのワッパーのセットを頼んだんですけど、これがもうその1日の消費数を1回でいっぱいにしてしまうぐらいのものでですね、あ、これは食べちゃいかんやつだなというふうなことがわかるんです。だからまあ食事制限を自覚するためのアプリなんだろうなと。その一方でですね、アップルのフィットネスアプリ、エクササイズアプリと、よりもちょっとカロリー計算が厳しいみたいで、アップルのフィットネスで計算してくる、例えば、9000歩、昨日歩きました。でもそれは、マイフィットネスアップが考えるカロリー計算よりもちょっと多めに取ってるんで、その差分を調整しましょうという調整値が加わるんですよね。だから昨日結果的に1万歩歩いたけれども、その値がですね、まあゼロもしくはマイナスになるという、俺何のためこんな歩いてたんだっけみたいなことになるわけですね。超悲しい。まあそういう釈然としないものを感じながら、昨日結果的にマイナス300か400ぐらいマイナスのまま終えることになったわけです。まあそのマイナスになった要因としては、まあハンバーガーのセットは食っちゃいかんということですね。ハンバーガーとかも本当食ったのも久々だったんだけど、あれは悪魔の食べ物だ、カロリーの化け物という。まあ、そういうカロリーに対する自覚を促すという意味で非常にいいアプリなのかもしれないですね。まあただですね、これをあ、ここいけるのかな、いけた。
笹目通りに出ました。まあ、あとね、栄養素のバランスみたいなものを、カウントしてくれるのと、あとバーコードから、その栄養価を取り込んで、それを食べたもの飲んだもののカウント、カロリーカウントをしやすくなる。昨日はね、一番搾りの缶を350ミリ缶を飲んだんですけど、それはできましたね。ただね、なんか単位設定が難しくて、最初から350ミリ缶のものが、記録されるわけではなくて、それで飲んだ単位を自分で変えなくちゃいけないんですよ。これ結構面倒。まあちょっとしばらく使ってみようかな。あとね、今うちでメインで作ってるのが、ホットクックの野菜、スープというか、蒸し野菜、無水による料理なんですけど、これの素材別にもね、カウントはできるんで、じゃがいも1個とかキャベツ 100g とか、それを実際の分量に近いものをまとめて、それを一つのレシピとして、記録しておけば、あとはそのホットクックによる野菜スープ、一人前とか、でそういう、簡易的なカウントの仕方もできるようになる。そこがいいですね。でそのレシピも、自分で作ったものを他の人に公開することができるという。そういう機能はなかなか面白いですよ。なので、アイスとかね、ハンバーガーとかラーメンとか、そういうのはマイフィットネスアップにとっても敵なので、できるだけ食べないようにしないと。で走った後で、白熊アイスとか食べると、多分そこでもう噂になっちゃうんですよ。赤字になっちゃう。でそれよりはもうホットクックで野菜スープ作って、それだけ飲み食いしてた方が多分いい。光が丘の方まで行くか。
says she's going. He's got to go. Midnight train to Georgia. He's got the midnight train to Georgia.予備者はジョージアへという曲が、グラディス・ナイト・アンド・ヒップスという、ソウルグループの名曲なんだけど、なんか最近グルドの中で、カイバンドの最後の予備者っていう曲のカバーがどうしたこうしたっていう話題が、出てるんですけど、多分その辺をね、ヒントにした、ちょっと楽曲が僕は知らないんだけど、歌詞的には、ヒントにしたものじゃないかなと年代的に思うわけですが、ぜひグラディスナイト版も聴いていただければと。ここも割と走りやすいですね、この時間帯だけかもしれないけど、光が丘、今の近く、Says he's leaving, leaving, leaving for midnight train to Georgia. Woohoo! ここも光が丘公園あたり、ここも来るのは久しぶりだな、ここ大きく曲がってるけど大丈夫なのか、一体どこに続いているのやら。右に行くと練馬、じゃあ練馬の方行ってみようかな。
ここが宝通りだって。まあ練馬まで行くらしいんで行ってみますかね。大丸越。そう、マクドナルドとか敵ですよ。食べない。Leaving, she's got to be in a train, Georgia. So, midnight train に乗ってどっかに行くっていうのは、ジャーニーにもありますよね。Don't stop believing. そう、マイフィットネスアップの島さんが似ているというジャーニーのスティーブ・ペリーが歌った、まあ、ジャーニーの中でも屈指の名曲 Don't stop believing.And just a small town girl living in a lonely world. Took a midnight train going anywhere. 声が出ない。ちょっとね、風邪気味で、と言い訳をしますけれども。今ここはどこだ。春日町。ここがカンパチで、今走ってるこの道は何だろうな。自転車専用レーンがあるくらいの。ここに、ファミマがあったので、ここで、
していただきましょう。カルピスとか栄養価とかそうだ。アクエリアス小さいサイズのポカリアクエリアス大きいサイズで。スイカで。あ、いいです。ここは曲がった方がいいのかな。で曲がってますね。こっち側に行くとなんかいいことあるのかな。
早宮、全然この辺と近いないんだけど、戻れるかな。そう、最近2日ぐらい連続でカリーナというコーヒーショップのサンドイッチ、美味しいと評判のところで、でそれを食べてたんですけど、まあうまいんだけど、この辺のですねものが豊島園通り、そういうとこまで来ちゃったのか。ああ、この辺は豊島園なんだ。知らんかった。こっち側来たことなかったかな。なんか花火大会やったんだよね。峰さんがレポートしてたら。通りで、知らない道のはず。来たことないの。石神井川を追いかけるツアーというのもやってみたいんだけど、それが豊島園のせいで邪魔なんだよね。途中豊島園の中を流れる、流れるプールじゃなくて流れる石神井川があるので、その中は通れない、自転車で通れないんで迂回せざるを得ない。で、石神井川の通過点として豊島園行ったことはあるんだけど、そういう認識で行ったことはないんで、一回行ってみたくはあるんだけどね。豊島園は 1,2 回家族で行ったかな。ここでまた曲がってる。
お、それは富士街道と。どういうこと？じゃない。お手はなさげ。さしすぎがん、みがん、みんなチャイニーズジョン。豆腐はそうなのかね。練馬小学校前。おいおい、自転車専用道を塞がないでおくれ。おお、緑のカーテン。まっすぐ行くと笹目通り。あ、じゃあこれで笹目通り戻ろう。
Just a small town girl living in a lonely world. It's a coming night train going anywhere. そう、そもそも光が丘から、おかしなことになったんだ。変にカーブのついた道で、まあこういうふうに迷うのも楽しみの一つなんで、よしとしましょう。ありがとう光が丘。住所は高松か。でここで笹目通りに出るの？出たのかな？お、サイクルベースあたり。よし。Back on the track again.今日は久々にここを登りますかね。歩道橋。ここに自転車のライト。危ない危ない。ライトが置かれ落ちてました。
降りる最後のところでこけて、それで落っことしたのかな。ガリガリ君が落ちてる。Thank you.